皆さん、こんにちは。コモディティインテリジェンスの近藤でございます。原因についてお話申し上げます。ここに書いてある図表は、昔の掘り方はまっすぐ縦に、移動を掘って組み上げるというものでございましたが、シェールガスにつきましては、縦に掘ったこのパイプを横に曲げる技術ができたってことですね。水平工法ですね。それと、ここに水を、強圧の水を出して、水を回収してくるという、回収してくることによって水と石油を、石油とガスもですけれども、一緒になって水と一緒に引き出すというふうなことが新しいシェール油田のやり方でございます。革命的なものでございます。ここでお知らせです。日産証券では株式、投資信託、債券、株価指数先物取引から、商品先物取引、外国為替証拠金取引、株価指数証拠金取引まで取扱い商品を拡充し、あらゆるお客様のニーズにお応えできるようサービス環境を整備しております。特に商品先物取引では、対面取引、オンライン取引、コールセンター取引に対応し、すべてのお客様に、安心してお取引いただくための取引環境をご提供しております。セミナーやキャンペーンも随時開催しておりますので、日産証券ホームページにてご確認ください。以上、日産証券からのお知らせでした。今日は米国の石油州法、アメリカの要するに、WTI、ニューヨーク原油価格っていうのは、アメリカの需要と供給で決まっているテキサス州、テキサスインターミディエート、テキサス、ウエストテキサスですね。西テキサス州のインターミディエート、中間流分のものでございます。インターミディエート、中間流分のものでございます。ということで、WTI 原油はアメリカのニューヨークで取引されてますので、アメリカの需給、アメリカの時間帯におけるアメリカの需給が一番、価格に影響があります。それをもちまして、だいたい日本の価格も、あるいは世界的な原油価格が WTI を一部取り、ブレントが多いんですけど、ブレントと WTI をまず混ぜにして、バスケットで価格が決まっているということでございます。米国の原油の石油需給はどうなるかってことが一つのポイントで、当然、新型コロナで去年は非常にリプレストされたマーケットから、今年はそれが急激に回復するという予想がありましたが、現在のところその急激なってのは見られません。若干今週6月11日までの週、最新の週では285万バレルも石油製品が過去2週間220万バレル減少したのに対して、それ以上の大きな上下増になっています。ガソリンは2週間減少した分をちょっと補えないんですが、88万バレルの増加になる。流出も10万バレル減少して9万バレル、90万バレル、増加しました。100万バレル減少ですね。ということでございまして、前年同期より良いんですが、あるいは過去年よりも良いんですが、まだ、石油需要が沸騰しているというようなイメージにはなりません。この辺がどうなるかは常に関心するべきところでございまして、石油出荷量はこういうグラフでございます。これはピャンと立ち上がったら、価格が上がっています。ガソリン価格は、小売ガソリン価格ですね。これはナイメックスのガソリン価格ですね。これは上がってきてますと。流出の出荷量は何と言いますかね。当然ながら、暖房油は今売れてませんから、こういう形で下がってますが、だいたい横ばいで、それほど大きく下げてはいません。石油製品ってナフサとかですね、その他原料ですね、プロパンとか、そういったものにつきましては、若干横ばいですかね。この辺がどうなるかは、これからの見ものですね。石油精製設備の稼働率は 91.3% にようやく復帰しました。去年1年間が60から70%。その前 93.2 ってのは一番直近で一番高かったところですが、2019年の12月にようやく追いつきつつあると。まだ追いついてませんが、
打ちつつあるということで、まあ、4週連続、まあ、一週を除けば、全部4月から全部、石油稼働率は上昇してます。まあ、2月に1回、凍結によって1回起こって、それからまた増えてきて、ようやく 90% を回復したってところですね。原因の投入量は当然ながら上がってきますと、稼働率上がってきますと、投入量増えてきてまして、原因の需要は徐々に上がってきてます。昨年2月第4週以来1年以上ぶりの増加になってます。ということですね。まあ、原因需要は結構いいですよということでございます。それぞれのグラフは上の方で見てください。在庫はですね、ずっと減少なんです。6月11日までが3月26日から12週連続の減少となった。ここですね。ずっとここには3、6、9個しか書いてませんけれども、あと3個あるわけですね。連続で減少になってますということでございまして、通常ですと非常に強気の要因になります。あまり原油価格はこれに、それほど、響いてはいませんけれども、実際はこれは通常の取引でありますと、これの石油在庫がこんなに減りますと、価格が上がってくることになります。まあ、底辺、そこの方では原油価格は強気でいるねと。ただしガソリンは在庫が増えてますと。まあ、これは作られ始めたってこともありますので、一概には需要が悪いってことではなりません。先ほど需要は見ました通り増えてますからね。ということで、ガソリン、原油在庫がもう、過去5年の真ん中に入ってきました。ガソリン在庫はちょっと首を持たれてます。ということで、アメリカの石油生産量は、OPEC が勝手にですね、限定的だと、先週金曜日に述べてます。それによって価格がちょっと上がりました。OPEC 諸国は、アメリカはそんなに生産しないよと。どうしてかっていうと、再生エネルギー、つまり、バイデン大統領は再生エネルギーに力を入れてまして、石油に対しては非常に冷淡でございますので、再生エネルギーを石油会社も一生懸命作ろうとしています。風力発電、太陽熱光、等々のですね、再生エネルギーに、資本金を回してますので、石油を掘って、石油を売ろうという意欲が少し前よりは薄れているバイデン政権になってから再生燃料の方に力が入っているよということがOPECが言っていることでございます。まあ、実際の原油生産量は20万バレル2週間連続で増えました。その前は20万バレル減ってますから、まあ、1回だけ20万バレル増えてますということですかね。これが生産量で、あんまり増えてるようなグラフには見えませんね。ここだけです。これは価格で、これは生産量ですね。原油価格は70ドル、またちょっと切ったりしてますけれども、70ドル前後で動いてまして、雇用も増えていると。いうことでございまして、掘削費用は横ばいだけれども、パンデミックで急減した原油生産は徐々に回復している。いわゆる不可抗力で生産が止まっていたものは、元に戻りつつありますと。あと時給に任せて、生産をどうするかは別ですが、いつでも作れる体制には戻ってますよ、ということでございます。熟練労働者が少なくなっちゃってると。従って、労働者不足になってますよということですね。掘削リグ層そのものはここのところですけど、結構、この前もずっとありまして、昨年8月21日以来4週を除いて、こういう1個だけマイナスっていうのは4回ありましたけれども、去年の8月からですからね、非常に38週間連続で、アメリカは増えています。ここのところですね。ということでございます。まあ、カナダにつきましてもギッタンバッコンですが、
少し増えてますよということが言えてます。今後の石油の需給の見通しなんですけれども、短期的にはガソリン需要が元に戻って、石油需要が増加することが期待されます。まあガソリン、ドライブシーズンですから、ドライブシーズンっていうのは夏が暑い日ですから、クーラーをつける。自動車のカークーラーをつけるためにガソリンの燃費が悪くなって、それだけガソリンの消費量が増えると、夏場はガソリン消費量が増えるのはそのせいでございます。まあ、たくさんドライブに行くわけでも、まあ、それもあるかもしれませんが、というよりも、クーラー需要で増えてくるってことですね。まあ、需要が拡大すれば、産油国は待ってましたとばかりに需要に合わせて増産するアメリカも同じでございます。ですから、タイトルになることはないだろうと、私は思っております。中長期的には、まあ、再生エネルギー、特にバイデン大統領になってから、石油を毛嫌いしてまして、どちらかというと、再生エネルギーの推進派がバックについてますので、資金提供してますから、こちらのへの政策的なシフトも あるために、企業自体もそちらの方向に転換しつつあります。当然のことながら自動車等の電化に、これはいつになるかわかりませんが、水素ステーション、水素燃料で動く車は、水素そのものをガソリンの代わりに入れるっていうのを話が最近の動きですね。燃料電池っていうのは水素と酸素とガッチャンコしてって言うんですけど、これはバッテリー等々の、いわゆる、プラチナが大量にいりますので、結構高いっていうのが問題。それも水素そのものをガソリンと同じように吸水素して、それを燃やして走るという酸素とガッチャンコさせると CO2 しか出ませんということですね。ということで、そういった形でこれからまだ何とも言えませんが、車の開発がいろいろな形で脱ガソリンということが行われますので、まあ中長期的には石油需要は頭打ちになるというのはほぼ常識になってますということですね。以上で今日のお話をおしまいでございます。ご清聴ありがとうございました。何かご質問がありましたら何なりと書き込みください。ありがとうございます。